丹田、第34月3日の2008年11月2日は、日本の実業家、銀行家、企業経営者、富士銀行元頭取会長、相談役、大阪府大阪市東区河原町出身。父丹田、春吉、母愛の長男、8人兄弟の長子として、大阪市西区京町堀に生まれる。父春吉は、大工であった。 住吉孫一の次男として生まれたが、5歳の時に孫一が亡くなり、経済的事情もあって、発した熊吉の養子となる。その熊吉も春吉が16歳の時に没している。一方、母愛の実父は、岡崎財閥の創始者、岡崎藤吉であるが、愛は諸子であったことから、愛の実母である天間元が女で一つで愛を育てた。藤吉には、 男子がなかったため、愛が男子であれば引き取るつもりであったが、女子であったこと、また認知するとの藤吉の申し出にも元が断ったことから、結局引き取ることはなかった。丹田が、幼少の頃、父春吉が養子先の商家から独立して、船場に化粧品問屋を開業し、商売が順調に拡大していったこともあり、比較的恵まれた家庭環境に育った。中学、 高校時代は水泳部に所属し、青春時代をもっぱら水泳に捧げた。高校時代は同級生であった安倍晋太郎元外務大臣の地域を得て、後に旧正六校出身者を母体にした安倍晋太郎元外相の講演会、六親会の会長も務めている。また、もともと文章を書くのが好きだったことから、大学時代には、 演劇サークルに所属して、脚本を書き、演出も手掛けるなど芸能分野にも興味を示している。兄弟の中にも演劇の世界に進む者も,もおり、潜在的に文芸の才を持っていたと言える。大学卒業後は、富士銀行に入校、出身地である船橋店での勤務を皮切りに、順調な婚姻生活を送るが、内実は戦後サラリーマンの典型である。 家庭を帰り見ることのない猛烈社員であった。ストレスデイに穴が開こうが銀行を休むことなく働き続けたその姿は戦後の日本経済を支えた多くの企業選手共通のものであった。順調に出世を重ね経理部長、取締役企画部長、同本店営業部長、常務取締役、代表取締役副頭取を経て1987年6月。 代表取締役頭取に就任した。当時は金融環境の変革期であり、金利の自由化や金融市場の国際化が進み、銀行間の競争もより一層激化していた厳しい状況にあった。それに加えて、日本がプラザ号以後の円高による景気悪化を避けるための金融緩和やアメリカなどとの貿易摩擦回避のために、 内需換気を図るべく財政拡大を図ったことで、資金の流動性が過剰に膨らみ、株や土地に陶器熱が向かうバブル景気が醸成されていった時期でもあった。それは銀行をまさにバスに乗り遅れるなという錯覚に陥らせ、加熱した融資競争に走らせるに足る十分な環境であった。富士銀行も例外ではなく、そのような状況下でトップに立ったものとしては、 競争に取り残されるわけにはいかなかった。丹田自身は常に顧客第一主義を掲げ、儲けに見合った、あるいはそれ以上のサービスを提供することを心がけて、顧客に対する過度な儲けを今めていた。また、自由活活発で、コミュニケーションが常に取れた興奮を望んでいたが、そのような理想とは裏腹に、銀行間の融資競争や世間の競争的な勢いに巻き込まれ、 結果的に他工との過度な競争を公認に強いることとなってしまった。1990年6月には空席であった会長職も兼任したが、翌1991年6月、大阪府民審訴への紹介予期に赤坂支店、不正融資事件に関する責任を取って、代表取締役会長に退き、東取職を公認の橋本徹に譲り、同年10月には、 代表取締役会長も辞任、代表権のない相談役に退いた。富士銀行だけではなかったものの、他行に負けるなとこぶして、過度な融資に走らせ、収益ナンバーワンの奪回を目指し、支店など第一線の行員たちには、かなりのプレッシャーがかかっていたとの指摘もされている。会長辞任後は、そのまま会長職が不在となったため、相談役として、 公認の橋本東取を支えるべく、これまで通り忙しく、業務をこなしたが、橋本が会長に就任した90年代後半以降は、ようやく落ち着き、1998年5月、顧問に就任、2002年4月、日本工業銀行、第一官業銀行との産業合併後に、誕生した水保フィナンシャルグループでは名誉顧問となった。取会長在任中に、 全国銀行協会連合会会長、日本経営者団体連盟副会長、政府税制調査会委員、行政改革推進審議会委員等の公職を歴任した。全国銀行協会連合会会長等を務めた人物であれば、訓一等随法賞を受賞することはほぼ規定路線と言っても過言ではなかったが、 バブル崩壊後の銀行に対する世間の風当たりは極めて強く、都銀経営者に対する助君はその後ほとんどなくなってしまった。また、経団連や急日経連等の財界の養殖についても90年代においてはなかなか銀行界から人材を出せない状況にあったことは否定できない。晩年は好きな俳句や相撲観戦などの趣味。 また、夫人が体調を崩し価値であったことから、看病等に時間を費やすことも多かった。俳句は、入校時に始めたものだが、第一線を退いてから本格的に再開し、相撲については、富士銀行会長を辞任後、日本相撲協会運営審議会委員や会長を、亡くなるまで務めている。2008年5月、喉に痛みを覚えて検査したところ、会員がんと診断された。 病魔と戦いながら、やがて言葉を失い余命へ行く幕くもなくなった、丹田は自伝を書くことに最後の情熱を燃やす。限られた時間の中、体力を振り絞って幼少の頃の思い出や、俳句の尺義を中心とした書き下ろしに加え、これまで書きためた俳句や随奏、銀行や公職在職中の論評等をまとめて一冊の本に仕上げた。 だがその時すでに力尽き、亡くなったのは、編集を終え、製本される、直前のことであった。遺作の表題、落ち椿は、自らの句である、はかれたる庭の初客落ち椿、早くるる、踏まで行くべし、落ち椿から来ているが、病床において、佐藤信子の句、根性の姿崩さず、落ち椿にある、根性の姿という言葉に惹かれたからという。の句は、 老白倍存分に効くゆるなし。ありがとうございます。